きます。お前は神竜？その腕は返していただきますよ。負けるものですか。行きます。あなたは異邦の者としてなお勇ましく戦場をかけるだろうか。花と血と鋼に満ちたその場所で正しく死にゆくは誰なのか。四つの王位を火にくべて、七つの炎はゆりかごに。さりとてかの者は知っている。この世界に未来はない。私の寂しさは、ここにはない。着いたよ、神竜様。フィレネー王国にようこそ。って、僕の国じゃないんだけどね。神竜王城にいた時にも感じましたが、元の世界と似ているようで、違う印象です。いいですか、神竜。これより王城へと向かいます。目的は、王族が所持する熱き猛将の腕輪。敵よりも先に七つの腕輪を集め、世界を救わねばなりません。説得に応じてくれたらいいんだけど、なかなか難しいかもしれないね。フィレネの民って気性が激しいから。平和を愛する民ではないのですか。神竜様の世界ではそうなの？こっちではすごく好戦的だよ。王族は特にね。味方だった頃は心強かったけれど、そもそも邪竜嫌いで、僕たちとは距離もあったし、神竜様がいなくなってからはリトスの地にも来なくなってしまった。現在の国の統治はイブ女王が？女王イブは先の戦が始まってすぐに命を落としています。以降は王不在のままでしたが、戦が決した後にアルフレッド王子が即位しました。ですがイルも言った通り、我々との接触は戦後ほとんど断たれている状態です。信頼できる人物に偵察を頼んでいるので、近況はそちらから聞きましょう。そろそろ来るはずですが。エル様、エル様！来ましたか、セレスティア。あなたは。お待ちしておりました。長旅お疲れ様です。あなたもご苦労様です。偵察任務は骨が折れたでしょう。私にかかれば軽いものですわ、エル様。あら、こちらの方は。え、まさか。神竜様？いえ、私は。嬉しいです、神竜様。生き返られたのですね。いいえ、元より死んでなどいらっしゃらなかったのですね。そうです、考えればわかることですわ。あなた様がソンブルになど負けるわけが。セレスティア、聞いて。違うんだ、この方は。ごめんなさい、私はこの世界のものではないのです。え？先に説明をすべきでしたね。この方は私たちの神竜様とは異なる存在。古の義により、異世界より呼び出した救世の主なのです。セレスティアが偵察任務に立ってしばらくの後、王城の祈り場に現れてくださったんだよ。救世の主？そうですか。ですわよね。だって神竜様は私たちで埋葬した。遺体をこの目で見たんですもの。冷たくなったあなた様の手を握って、みんなでお別れをしたのですから。
おつらいのはエル様やイル様も同じ。私もいい加減立ち直らねば。神竜様、改めまして、私はセレスティア、数千年を生きる魔竜族ですわ。この世界のあなた様、そしてルミエル様にはまるで家族のように接していただきました。以後お見知りおきを。こちらこそよろしくお願いします、セレスティア。本当にあの方と瓜二つ。違う世界とは不思議なものですね。そちらの世界にも私はいるのでしょうか。それは聞くまでもないですわね。きっとそちらの私も神竜様と共にいて打倒ソングルを誓っているに違いありませんもの。それでセレスティア、王城の偵察結果は。フィレネ王国は隣国ブロディアへの侵攻を企てています。侵攻ですって。正確には大舞であるセリーヌ王女により提案がされ、アルフレッド王の承認を待っている状態です。しかしセリーヌ王女は王の承認を待たず、精鋭を集め、すでに騎士団を結成。これ以上静観している暇はないかもしれません。騎士団が立ってからだと厄介だね。すぐにでも城内へ向かおう。神竜様が逝去されしばらく経った影響によるものか、紋章師の状態も変化しています。十分気をつけた方がよろしいかと。再び戦乱を起こすわけにはいきません。熱き紋章の腕は必ず手にしましょう。話を聞いてくれるといいのですが、アルフレッド、セリーヌ。お兄様まだなの？まだブロディア侵攻を迷っていらっしゃるの？そうせかさないでくれセリーヌ、もう少し待つんだ。待ったわ、もう長い間。先端を開いたら元には戻れない。相手はかつての仲間だ、慎重にもなる。けれどこのままでは民たちに顔向けができない。先の戦で臣下たちもお母様も死んでしまった。フィレネを守れるのは私たちだけなのよ。神竜の加護を失い、世界は荒廃していくばかり。豊かな実りも花もだんだんと色を失っているわ。産業は崩壊の兆しを見せているのに何の策もない。今こそ領土を広げ資源を補おうと申し上げているの。ブロディア王国はもともと荒れた土地、フィレネよりも格段に産業への打撃が少ない。勝てば豊かな鉱石資源を我が国のものとし、新たな恵みを享受できる。セリーヌの見立てはこうだったね。だが彼らの軍事力は並大抵のものではないよ。承知の上でそれに勝る騎士団を結成したわ。それとも紋章師を危惧しているの？ブロディアが擁する紋章師は幼い王女よ。我が紋章にかなうはずがない。絶対はないんだ。みんなあっけなく負けてしまう、死んでしまう。今でも思い出すよ、負けないと信じていた臣下たちが散る様を。あんなに強かった神竜様が帰ってこなかった日のこと。お兄様は変わってしまったわね。かつては何も恐れぬ方だったのに、神竜様を失い弱虫となってしまわれた。ならば私一人でやり遂げてみせる。セリーヌ、これより短期でブロディアに向かいます。許しは乞いません。死ぬ気かセリーヌ。このままとどまれば心が死んでしまうわ。ならば剣を取ることを選ぶ。私が果てても後に続くものが出るでしょう。さすればいつか望みは果たされるわ。私はそれで幸せよ。隣国が不幸になろうとも知らない。幸せはいつも誰かの不幸の上に成り立っているけれど、我が国の不幸せを請け負う義理はないもの。何を言っても無駄なようだね。お兄様に罪はないわ。全ては愚かな私の罪。けれどもしもこんな私にブーンをと祈ってくださるのなら、ご決断をアルフレッドを。叶わないね、若
唯一の家族をみすみす失うぐらいならもういい。ブロディア侵攻を許可する。お兄様、行くぞセリーヌ。これより騎士団に正式な通達を。お待ちください。誰だい？久方ぶりにお目にかかります。アルフレッド王、セリーヌ王女。お取り込み中恐縮ですが、火球のようにて馳せ参じました。誰かと思えばエルとイルカ。王の間に乗り込んでくるだなんて礼儀をご存じないのかな。そちらこそ神竜様より託されし熱き猛将の腕は、リトスの王城への返還を拒むのは礼儀知らずでは。フィレネだけが返還しては国同士の均衡が崩れるだろう。腕輪を他国を牽制する兵器として扱い続けるとおっしゃるのですね。その崇高なお考えのせいで各国は長き冷戦状態にあるというのに、かつての仲間の愚かな選択を神竜様は望んでいらっしゃるでしょうか。あなたが神竜様の代弁をする気なの？神竜様を殺したソンブルの子にその資格があるとは思えないけれど。ちょっと、それは今関係ないだろう。僕たちはソンブルとは違うって、どうしていつまでも分かってくれないんだよ。いる。失礼しました。均衡という点ではご安心を。私たちはこれより各国を回り、等しく全ての腕輪の返還を求めます。これならフィレネも安心して腕輪を手放せるかと。騙して君たちが腕輪の力を得る新さんではないとここで証明できるのかい？もしくは他の国の腕輪を全て集めた後でなら協力をしてもいいけれど。他国の腕輪はありません。フィレネに一番に要請に参りました。なら信用に値しない。話はおしまいだわ。私たちはこれからブロディアに向かうの。腕輪の力は必要不可欠。あなた方に渡せるわけがないじゃない。どうしても応じていただけませんか？であれば戦うの？望むところだわ。やめてください。お願いです。私はあなたたちと戦いたくない。神竜様、どういうことだい？神竜様は生きていたのか？君たちは神竜様が死んだと嘘をついたのかい？いいえ、私は異なる世界から来た神竜です。異なる世界？分かったわ。さては異形兵ね。邪竜が得意とする横島な術で神竜様を無理やり蘇らせたのだわ。違います。最後まで話を聞いてください。セリーヌ、惑わせても無駄よ。神竜様の話なら聞くと思ったのであれば愚策だわ。なるほど、異形兵ならば合点がいくね。腕輪のためにそこまでするのかい、エル、イル。確かに神竜様が亡くなった時の嘆きようはある種異常なほどだった。かつて仲間であったヨシミネ、なんとか話し合いで解決しようかと思っていたけれど、気が変わったよ。戦おうじゃないか。我がフィレネ騎士団よ、邪竜の子らの吸収に応戦する。奴らの首をはね、ブロディア侵攻の手土産とするのだ。嬉しい。それでこそお兄様だわ。先の戦でチリバナの王子と称えられたその腕で、奴らの花を赤く染めて差し上げましょう。待っていてくれ神竜様、今すぐ楽にしてあげるよ。アルフレッド、戦は避けられないか。やっぱり邪竜の子って肩身が狭いかも。私は望むところですわ。エル様とイル様にあんな無礼を申し上げるなんて信じられません。行きますよ神竜。見知った顔が相手でも手は抜かないでくださいね。
決別の時が来るとは悲しいよ。苦しまずに死んでくれ。死翼セレスティア。踊ろう。竜の守り人として私だって。承知しました。わかりました。分かった。あなたのために。兵よ、道具を用いて味方を強化せよ。進軍に備えるんだ。守ってみせよ。ほっせるか。ごめんなさいね。
ますよ。なんなりと。悪くない気分です。了解。この程度。エルです。
大丈夫。手強いですね。問題ありません。よし。もちろんだよ。ご命令を。でも余裕がありませんね。はい。
お申し付けを。余裕です。
了解。いいでしょう。私たちフィレネだけが幸せであればいいの。邪魔者は全て倒られなさい。止めるため武器を強化してちょうだい。僕らも行こう。力を貸してくれ紋章師エクトル。問答無用だったか。
ど。もちろんです。来るといい。この猛将に勝てるはずがないけれどね。いや、全然平気です。ご命令を。
せてないだなんて認めない。守ってみせるわ。それ貴様、せいっ。この程度。つけ出しして。仕事のお早い方ですね。ということだ。邪竜が見せる幻覚か。こちらの僕もあまりムキムキではないね。世界を超えても僕の筋肉はつきづらいということだろうか。何をわけのわからないことを。幻ならば消えろ。おっと、体育に見合わず血気は盛んなようだ。自分自身と戦う機会が得られた点だけは幸福だよ。兄様によく似た異形兵も作ったというの。なんて趣味の悪い。負けるものか。ブシロン、君まで異形兵に。君が戦場に立つ姿をもう一度見たいと思っていたのに、こんな形で叶うだなんて。アルフレッド様、そうですか。この世界の俺はもう。僕をかばって死んだ君を僕の手で殺せというのか。恨むよ、エル、イル。だが異形兵であってもこの言葉が届くのなら、ブシロン、君は本当に信頼できる進化だったよ。その言葉、この世界の俺はきっと喜ぶでしょう。エティ、あなたもいるのではないかと思っていたの。セリーヌ、私はできれば顔を合わせずに済ませたかったですわ。私もよ、会えば倒さなくてはならない。親友だったエティエをこの手で叶うなら最後のお茶会をしたいところだけれど、情が移ってしまうまでに終わらせましょう。そうですわね。こうしているとあなたを別人とは思えなくなりそうで怖いんですわ。負けるものですか。ブロディアへの信仰だなんて我ながら愚かね。目を覚ましなさい、セリーヌ。どういうこと。あなたは私。邪竜が現実で惑わせてくるとは驚いたわ。けれど無駄よ、ブロディア信仰は成し遂げてみせる。
我がフィレネの幸せのため、つゆと消えなさい。消えるのはあなたの野望の方だわ。ゆっくり紅茶でも飲んで、もう一度よく考えて、奪うことで得る平和が真に幸福をもたらすのかを。エーティ、神竜様といい、どうして失った大切な人ばかり現れるんだ。君が死んでしまった時に手向けた花は辛くてまだ見ることもできないというのに。申し訳ございません。あなたの臣下である私は最後までアルフレッド様を守れませんでしたので。ならば姿を見せるのは酷でしたわ。早く戦闘を終わらせて立ち去りましょう。エーティ、強く気高き我が臣下よ、どうか静かに眠ってくれ。勝負です。セリーヌ、なぜ敵側に。あ、見間違いか。やはり進化を目の当たりにすると辛いわ。生きて戻ってきたようだ。遠くから見守るにとどめたかったのですが、戦場では難しいものですね。レイ、いつも入れてくれていた紅茶を覚えているわ。私はあなたが死んで以来それが飲めないの。どんなに幸せだったのかもう思い出せないの。もう一度眠る前に私に教えてくれない。そうできたらどんなに良いか。その資格は僕にはないのです、セリーヌ様。クロエ、本当にあなたなの？偵察任務はうまくいった。偵察？何のことでしょう。そう、今の答えで分かったわ。あなたも異常兵なのね。もう死んでいたのね。クロエは偵察任務に行って帰ってこなかった。生きていると信じて待ったけれど無駄だった。バカみたい。邪竜の子に死を知らされるだなんて、クロエにこんな風に会いたくなんかなかったわ。セリーヌ様、申し訳ございません。でも、もしかしたら。いいえ、いつか帰ってくるかもしれないだなんて、そんな無責任なことは言えないわね。異形兵として現れた以上、私は容赦しません。本当は戦うことを望んでいたのかも。戦うことを望んでいた。本気の殺し合いをしたら勝つのはどちらかしらなんて、味方であれば考えることすら許されなかった。それが今では叶うのですもの。ああ幸せだわ。あなたのような花ならさぞ美しく散るのでしょうね。なんて痛ましい姿だ。君のそんな姿を見ると胸が痛む。なんて不幸なんだ。あなたを不快にするのは本意ではないのです。どうか話を聞いてください、アルフレッド。そう言えと言われているのだね。かわいそうな神竜様、僕が助けてみせるよ。もう不本意なことをしなくていいよ。今度は痛いすら残らぬよう決して差し上げよう。負けるものですか。これが熱き紋章の腕輪ですね。宿るのは紋章師ヘクトル。フィレネの民の気質を体現したような勇将です。かつては王しい姿であったのですが、セレスティアの報告通り今は黒く染まっていますね。私が権限し直せたらいいのですが。できないことを悲観しても仕方がありません。眠らせますよ。紋章師ヘクトル、ゆっくり休んでください。ありがとう。
紋章師がまた言葉を。眠るのは惜しいが悪くはないさ。あんたたちとはどこかで共に戦いたいな。ええ、きっとどこかで。我が紋章は眠りについたのかい？これでプロディア進行を諦めてくださいますね。そうせざるを得ないよ。先ほどイルから話を聞いた。君は違う世界の神竜様だそうだね。はい。通りでね、もし僕たちの神竜様であればこうして腕輪を奪ったりなどしない。フィレネ王国の味方をしてくれて、もっと優しく話をしてくれたはずだ。君は全然違う。お兄様。けれどそれでもあえて嬉しいと思ってしまう。違う世界の存在でも、僕との思い出がなくとも、君は敬愛する神竜様なのだから。先ほどはすまなかった。君を異形兵と決めつけ戦ってしまった。エル、イル、あなたたちにも謝罪をさせて。ソンブルの子だと罵ってしまってごめんなさい。本当は分かっているの。あなたたちは悪くないと。でもずっと心の整理ができないでいたの。心よりお詫びを申し上げるわ。いい。みんな神竜様を失って悲しいんだ。ただそれだけなんだよね。提案があるのだけれど、僕たちも一緒に連れて行ってくれないかい？これから腕輪を集めて回るのであれば戦力は多い方がいいだろう。明暗ね。結成した騎士団もいることだし、彼らにも同行させましょう。二人が仲間になると心強いです。ぜひ。ダメです。エル？ダメだと言っているのです、神竜。あなたの一存で決めようとしないでください。確かに救世の主として助けを求めましたが、軍の決定権は私とイルにあります。元いた世界ではどうだったのか知りませんが、勘違いされては困りますね。すみません。もう、また姉さんはそんな言い方して。でもごめんね、神竜様。僕もフィレネ勢の同行には反対かな。どうしてだい、エル、イル。僕は君たちへのこれまでの贖罪の意味も込めているつもりだ。近くでその身を守らせてくれ。ご理解ください、アルフレッド。国王を連れて行くわけには参りません。王が不在で民たちをどうするおつもりですか？それにもしものことがないとは限らない。アルフレッドがいなくなったら、お世継ぎのいないフィレネは王なしの国になっちゃうんだよ。ではセリーヌと騎士団だけでも。大前とて同じことです。そして騎士団は城を守るのに必要不可欠。私たちへの贖罪の意味があるのなら、どうか恩義を第一にお考えください。承知したよ。というのなら腕輪もこのまま我が国で保管しましょうか。なぜです？安心して。悪用する神算ではないの。眠らせた紋章師は誰にも起こせないのでしょ。敵も腕輪を集めることが目的なのであれば、一箇所に集めていた方が危険ではと思ったの。理屈上は正しいですね。しかし敵は紋章師を起こす力を持つものと予測されます。私の力は敵にとって無意味でしかない。敵が来ればすぐに紋章師を起こされる。そうなったら慣れ親しんだ紋章の力で殺されるのは誰なのでしょうね。それは眠らせた状態で君たちが持っている方が安全だということだね。理解が早くて助かります。反論の余地はないよ。僕たちは国に残り、腕輪は君たちのもとへ。腕輪を手放すのは寂しいけれど、あるべき場所に返すことができて幸せだ。そ
それよりも神竜様、何でしょう。先の戦で共に戦った君と別れることが一番辛い。またこうして会えて嬉しかったよ。あの時君を失った時はどうしようかと。アルフレッド、私はこの世界の神竜ではありませんよ。さっきいるから話を聞いたんですよね。ああそうか、そうだったね。おかしいな、この前即位をしたばかりで少し疲れているのかもしれない。こんなことではいけないね。一国の王としてしっかりしないと。大丈夫ですよ、お兄様には私がついていますから。フィレネは信仰に頼らず新たな産業を獲得する道を模索します。全てが終わったらぜひまた立ち寄ってください。皆にブーンを。アルフレッド、大丈夫でしょうか。少し様子がおかしかったです。姉さんがずっと怒ってるから萎縮しちゃったんじゃないの。怒ってなどいません。怒っていないとしてもエルは物言いが厳しすぎるんですよ。同行を断った件を根に持っているのですか。あれはあなたが軽率な判断を仕掛けたせいですよ。それは認めますけど謝ったではないですか。あのイル様、お二人は何かあったのですか。会った時からずっとああなんだ。困っちゃうよね。もうちょっと仲良くしてほしいな。やはり別人ゆえ受け入れがたいのでしょうか。なんだか意外です。だってエル様昔はあんなに。セレスティア、聞こえていますよ。すみません。今回は死角が現れませんでしたね。それは少し安心しました。見知った顔と戦わなくてはいけない上に正体不明の敵とも戦うとなれば勝てたかどうか。でも次は現れないとも限らない。用心しよう。敵も双子なのでしょうか。え、邪竜の巫女は双子で生を受けると神竜王城でエルが言っていたので、単なる疑問です。わかりませんけれど、邪竜の子たちは成長するにつれほとんどは片割れを失います。双子の敵という可能性は低いのではないでしょうか。片割れを失う、初耳ですわ。でもエル様とイル様は二人揃っていらっしゃいますわね。僕たちは幸運だったんだよ、本当に。お二方が大事な半身を失うことがなくてよかったですわ。ありがとう。ここで杞憂をしていても仕方がありません。ブロディアの腕輪を手にするため先を急ぎますよ。異なる世界のブロディア、どんなところなのでしょう。また兄弟がいなくなってしまいましたね。私たちのように双子が揃っていることももはや珍しくなりました。僕この前見たよ、兄弟同士で殺し合うの。お前は弱いから消えちゃえって。二人揃ってるなんて生意気だって。なんてこと。次はきっと僕の番だ。僕もいつか殺される。敵そこないたから。いる、そんなことを言ってはいけません。本当のことだもの。僕よりもずっと強い兄弟が死んだ。ずっと父上の役に立つ兄弟がいなくなった。次ではなくてもいつか僕の番が来る。怖い、怖いよお姉ちゃん。いる、大丈夫、あなたは私が守ってあげます。絶対に。